下半身の脂肪はなかなか落とすことが難しいですよね。今回は下半身太りの原因とそれを引き起こす意外な食べ物、下半身痩せに効果的な食べ物を紹介します。下半身太りの原因。下半身太りを起こしているものとして、むくみ、脂肪、衰えた筋肉などがあります。そしてその症状を引き起こしている原因の一つが体の冷え、具体的に言えば血液やリンパの巡りの悪さです。どんなに運動やエクササイズで筋肉量を増やして脂肪を燃やし、マッサージでリンパを押し流しても、食事によって摂取したもので血液やリンパの流れを悪くしてしまっては、体の代謝は上がらず念願の下半身痩せも叶いません。下半身太りの原因になる食べ物。1、どんどんむくんでいく塩分の多い食べ物。しょっぱいものを食べたら次に水が欲しくなりますよね。これは体の中でも同じ現象が起きているんです。塩分の多い食べ物を摂取すると血液中の塩分濃度が上がります。すると水分の排出はストップして適正な濃度を保とうとしています。水を飲んでどんどん体内に取り入れても排出されず、余分な水分が溜まっていくことに。それがむくみの原因の一つです。2、本当に怖いトランス脂肪酸。菓子パン、ケーキ、マーガリン、カップ麺、この系統の食べ物で非常に怖いのがトランス脂肪酸という油です。悪玉コレステロールが増えて血管が詰まりやすくなったり、心臓病のリスクが高まる、アレルギー疾患を招くなど、さまざまな健康被害があると言われています。そのため欧米諸国では使用禁止の規制が進んでいるほどです。人間の体では燃焼されにくく蓄積されやすいという説もあり、いくら運動をして脂肪を燃やしてもトランス脂肪酸を大量に摂取していてはダイエットも成功しません。さらに塩分や添加物も多く使われていますので、避けたい食べ物の一つです。3、食べ出すとやめられない甘い罠、白砂糖。誰しも好きな甘いお菓子でも、そこに使われている白砂糖には注意が必要です。砂糖を摂取すると急激に血糖値を上げるため、その値が急激に下がるとまたさらに何かを食べたくなります。結果食べ過ぎてしまうといったことになります。体の冷えは血行不良やリンパの流れを悪くしてむくみの原因になるので注意が必要です。4、コーヒーだけじゃないカフェイン。カフェインには脂肪燃焼効果があるため、ダイエット中に積極的に摂取しているという方もいます。しかしカフェインの過剰摂取によって引き起こる鉄分吸収の阻害やむくみが心配されます。カフェインには利尿作用もあるため、その分水分を多く摂取することとむくみを悪化させることもあります。カフェインと聞くとコーヒーを思い浮かべがちですが、ウーロン茶、紅茶、玉露茶などのお茶類やエナジードリンクなどにも多くのカフェインが含まれているのです。普段の水分補給にお茶を飲んでいる人は注意が必要です。下半身痩せに効果的な冷えやむくみに効くおすすめ食材10選。1、毎日食べて痩せ体質になれる玄米。玄米に含まれるカリウムには利尿作用があり、むくみの解消に効果があります。そして豊富な栄養素を含んでいて、特にビタミン B 群が豊富なので、糖質や脂質の代謝をアップして痩せやすい体質を作ってくれます。さらに嬉しいのが、普段食べている白米と比べると血糖値の上昇が緩やかで脂肪がつきづらいところです。下半身痩せを目指して積極的に取り入れたいですね。2、ビタミンやミネラルも豊富、海藻類。海藻類にはカリウムが豊富に含まれていて、むくみの改善に効果があります。豊富なビタミンやミネラルも脂肪燃焼や基礎代謝のアップに有効です。昆布、わかめ、とろろ昆布、ひじき、焼き海苔など身近な食材ばかりなので、ぜひ意識して取り入れてみてください。3、
お腹いっぱい食べられるキノコ類。キノコ類はキノコキト酸という栄養素に脂肪の吸収を阻止する働きがあり、さらに脂肪を分解して減少させると言われています。また血液内の糖質、コレステロールを減らしてくれる効果もあります。カリウムも含まれているのでむくみを解消してくれます。カロリーは少なく食物繊維が豊富なので、すぐに満腹感が得られるところも嬉しいポイントです。4. 体を温めてくれる野菜、かぼちゃ。かぼちゃには体を温めてくれる作用があります。血行を良くし、冷えを改善してくれるビタミン E やむくみに効果のあるカリウムが非常に豊富です。冷え、むくみからくる下半身太りを何とかしたい方にはおすすめの野菜の一つです。 5. 低カロリーでもボリューム満点、里芋。里芋は低カロリーで低糖質です。食物繊維も豊富なのでダイエットにおすすめです。食物繊維のガラクタンには血糖値や血液中のコレステロールを下げてくれる作用があります。カリウムも含まれているので体内の余分な塩分を排出してくれます。これによって体のむくみを改善してくれる効果が期待できます。 6. お手軽に始められるバナナ。身近でお手軽なバナナにも実はカリウムとビタミンが豊富なのです。むくみの改善や脂肪燃焼に効果があり、またバナナは腸の働きを活性化してくれるので便通改善にも効果があります。酸化作用を抑えてくれる働きがあるので、アンチエイジング効果もあると言われています。 7. 言わずと知れた健康食材、納豆。毎日取り入れられそうな食材でおすすめなのが納豆です。むくみを解消してくれるカリウムが多く含まれているだけではなく、血液をサラサラにしてくれる成分の納豆キナーゼや美容効果のある栄養素も入っています。むくみ改善だけでなく基礎代謝アップにも期待できる食品です。 8. 食べる量を決めて効率よく栄養補給、アボガド。カロリーが高めなのでダイエット中は控えがちになりそうなアボガドですが、カリウムやビタミン E が豊富に含まれているので1日の分量を決めて取り入れたい食材の一つです。カリウムはむくみを改善してくれますし、ビタミン E は血液中のコレステロール値を下げてくれる作用があります。食べるのであれば1日に食べる量は半分程度にしましょう。 9. 実はスーパーフードだった、さつまいも。さつまいもにはダイエットや美容効果に非常に優れた効果があります。まずむくみに効果があるカリウムが豊富であること、ビタミン C、ビタミン E も多く含んでいて、抗酸化作用や血管の老化や代謝の低下を防ぎます。さらに炭水化物の中では低カロリーです。食物繊維が豊富で腸をきれいにしてくれる作用もあり、腹持ちがいいのでダイエット中にはおすすめの食材です。 10. 大豆パワーがダイエットに効く豆腐。大豆を使った食品にはむくみを改善するカリウムが含まれています。低カロリーで良質なタンパク質が多く含まれているのでダイエットにもってこいです。大豆サポニンという成分は抗酸化作用が強く、脂肪燃焼を活発にしてくれる効果もあります。女性にとっては大豆イソフラボンが美容効果をもたらしてくれる点も大きなポイントではないでしょうか。いかがでしたか？もちろん一つの食材を過剰に摂取することはお勧めできませんので、バランスのいい食事を心がけてください。食事から変えて下半身痩せにチャレンジしてみましょう。